2分で。東京リベンジャーズ260は始まりますー。柴大樹が助けに来てくれた。竹道は、三途に殺されずに済み、柴大樹のおかげで、竹道たちは、盛り返していった。大樹と一緒に竹道は、マイキーの方に向かっていったが、大樹の前に若と弁慶が立ちはだかり、大樹と若と弁慶の対決になってしまった。柴大樹は強かったが、二人を相手にして、 二人からの攻撃をかなり受けていた。いくら怪物のような胎児といえど、一人でスゴでの若と弁慶の二人をやっつけるのはかなり厳しいところだった。胎児は、一方的にやられ始めていった。見ていた竹道は、自分も弱いが、参戦しないと、と思い始めていた。胎児は、竹道が参戦しようとしている様子を見て、マイキーのところへ行け。と叫んだ。押されている胎児の様子を見ていた n ピーとここは、 体重に気をつけるように叫んだ。が、二人のコンビネーションで体重はやられかけていた。戦時は、弁慶と若にやめろと叫ぶが、二人は体重に突進していった。やられてしまう。と思った瞬間、体重は、弁慶と若の攻撃を止めた。そして、次の瞬間、二人をぶっ倒した。芝大鼓と武器、本当に強い。見ていた戦時と犬ピーとここはあぜんとした。